どうも、マイクラ建築ピエール天栗でーす。皆さんは、アースデーというのをご存知でしょうか？アースデーっていうのは、直訳すると地球の日っていう意味なんですけども、まあ簡単に言えば、環境への関心を高めていこうねっていう日です。はい、皆さん今、高めてください。環境への関心を高めてください。高めた？そうだよね。うん、いきなり環境への関心を高めてくださいって言われても、なかなかね、はい、高めましたっていうのは難しいと思います。ということで、今回は私、マインクラフトさんとのタイアップで、マインクラフトの動画を通じて環境への関心を高めるお手伝いをね、できたらなと思います。どうやってね、環境問題とマインクラフトを掛け合わせようかなって考えたんですけども、私、建築が得意っていうことで、もし環境を保護しなかった場合、どうなってしまうのかっていうのをテーマに、荒廃した都市を作っていこうかと思います。まあ、あくまで環境保護しなかったら絶対こうなるよっていう学術的根拠に基づいたものではなくて、私がこんな感じになるんじゃないかなっていう風なのをテーマとした創作なので、難しいことは考えずに楽しんでいただけたらと思います。あとね、廃墟とかを見ると恐怖心を感じちゃうよっていう方は、今回無理せず、チャンネル登録と高評価と、Twitter のフォローと、TikTok のフォローとね、あと公式 LINE の追加と、あと、高評価は言ったっけ？とにかくね、無理はしないように楽しんでください。天栗チャンネル。というわけでやっていきましょう。今回の設定は、砂漠化してゴーストタウンになってしまった荒廃都市ということで、砂漠化っていうのはね、もともと乾燥してる地域で、気候変動とか木を切りすぎたりとかが原因で、もっと乾燥しちゃって植物が全く育たなくなっちゃうよっていうのを言うんですけど、それが起こっちゃうとね、植物も育たなくなるし、水も干上がっちゃうから人間も住めなくなっちゃうんですよ。なんで、今回作っていくのは、そんな背景で、人が住めなくなってしまったっていう架空の都市です。マイクラで荒廃した都市を作るっていうのは私過去にもやったことあるんですけど、作り方の流れとしては、まずね、普通の都市を1回作るんですよ。でその後に壊す。この流れで私はやることが多いです。面白いよね。壊れたものを作るために1回綺麗な状態のものを作ってから壊すっていう。でもね、この流れの方がリアルな壊れ方になるんだよね。まあね、後から壊すってことが分かってんで、あんまりなんか細かすぎるパーツとかって作る必要ないんですけども、やっぱり建物としての立体感とかは欲しいで、階段ブロックとか、あとガラス、板ガラスとかは組み合わせて作っていきます。内装はもう人が住んでない設定なんで、家具とかはいらないです。ただね、壊した時に中が見えちゃうんで、そのために柱くらいは作っておきましょうか。ビルなので、2階から最上階まではずっと同じデザインの繰り返しで作りました。屋根を作っていきます。まあ今回のね、ビルはかなりシンプルなんで、屋根もそんなにこだわる必要はないんですけども、まあ、最低限ちょっと装飾に差をつけたりして、のっぺりした形に見えないようにちょっとだけ特徴を持たせてあげましょう。そのためにね、なんかの看板みたいなのとかもつけてみます。ただね、これ後で全部置き換えます。こんな明るい色ね、廃墟にないと思うんで、荒廃した都市にこういう明るいカラーを使うと浮いちゃうんで、後でこれ全部張り替えます。とりあえず今はね、イメージを見るためだけに適当に単色ブロックを置いてるっていう形ですね。そしたらね、全体の形ができたんで、こっからどんどん荒廃させていきましょう。まずは、まあ、金属とかは錆びて赤茶っぽくなるのかなっていう風に考えられるんで、まあ、赤茶っぽいパーツをつけていきます。まあ、この辺りは本当にその人のセンスっていうか、適当に置くだけなんで、あんまり何も考えてないです。そしたらそこにね、丸石を置きましょう。丸石はちょっとね、汚れたような色っていうか、まあ、ひびが入ってるようにも見えたりするんで、まあ、遠くから見た時に丸石を置いてるところは、あ、ここちょっとなんか老朽化してんだろうなみたいな感じで映るんじゃないかなということで、丸石をチョイスしました。色を変えるだけじゃなくてね、ところどころこうやってぶっ壊したりすることで、まあ立体感をつけて、より壊れてるように見せるっていう作戦です。苔むした丸石も置いてきます。ただね、これ砂漠化した都市なんで湿気がないと思うんですよ。だからね、苔成長するのかって言われたら、あんまりその苔が成長するような環境ではないと思うので、まあ青サビか何か、まあとりあえず老朽化してるんだなーっていう風な演出をするためのものだと思ってください。あまり深く苔おかしくないとか考えないでください。そしたらね、こっから大胆に穴を作っていきましょう。これはね、壊してるんじゃありません。作ってるんです。でもみんなさ、友達の建築ボコボコに荒らしたりとかしながら、荒らしてんじゃないよ、これは作ってるんだよっていう言い訳すんのはやめてね。今回は廃墟を作るっていうテーマでやってるからこそ許される行為なんで、皆さん真似はしないようにしてください。続いて鉄骨をこのシンクのフェンスで再現していきます。私のイメージだと、コンクリートとかがぶっ壊れたりするとなんか錆びた鉄骨がむき出しになってるみたいなのを想像するんで、それを表現してます。これみんな画面見てたら酔いそうになるでしょう。私もね、建築しながらめちゃめちゃ酔ってます。吐きそうになりながら作りました、今回。
続いて看板を老朽化させていきましょう。こういう感じのね、若干くすんだ色っていうかね、あのサイドが高くない色を使っていくと朽ちた感じが出るんじゃないかなと思います。そんな感じで一つ目のビルができました。ちょっとさすがにボロボロにさせすぎじゃないって思うかもしれないんですけど、まあ創作なんで大げさくらいがちょうどいいんじゃないかなと思ってこんな感じにしてみました。実際にはここまでならないと思うからね、あのみんなあんまり信じないでね。2軒目も作っていきます。2軒目はまあさっきとねほとんど同じ工程で、まずは新品のビルを作ってからそれを壊していくっていう感じなんで、サクッとカットします。というわけでドーン、こんな感じになりました。多分みんながねイメージしてたのと全然違うと思うんですけども、私は最初からね絶対斜めのビルは入れたいなって思ってたんで、斜めに倒れたビルを作りました。まあなぜかっていうとね、あの普通にビル群現代建築とかで作ってると絶対斜めに倒れたビルって作る機会ないんですよ。こういう荒廃した都市とか、まあ、そういう廃墟とかの時しかこう斜めに倒れた建物っていうのは作れないんで、まあ、今回ねせっかく荒廃した都市作りってことで絶対斜めに倒れたビルは入れたいなと思ったんでここに入れました。道路を作っていきます。でも今回ね道路は普通に道路として機能するわけじゃないんで、まあ砂漠化して多分ね砂とかって風で移動すると思うんですよ。だからまあ道路一旦作ってから今度はその道路を砂で隠して砂に埋もれた道路を作ろうと思います。まあ今回もねでも最初から砂で埋もれた道路を作るよりも普通に道路を作ってから砂で埋めるっていう風にした方がまあ作りやすいかなっていうことで、廃墟同様まずは作ってからぶっ壊していきます。いいんじゃない、いいんじゃない、なんか自然に砂に埋もれてる感じ出てると思う。この感じでどんどんやっていきましょう。円形のビルを作っていきましょう。まあ、マイクラってねやっぱり四角いブロックで作るから円形だったりとか曲線の入るものってね作るのが難しいんですよ。で難しいからこそ入れた時にやっぱり他の人とね差別化が図りやすいっていうので、まあ、私は大体街作ったりとか建物作る時とか絶対に曲線パーツとかを入れるようにしてます。ということで今回もね円柱状のビルを作っていきたいと思います。まあ、シンプルになんか四角い建物がいっぱい並んでるより円があるとねアクセントになるんで、まあビルとか作る人は丸いビル絶対入れた方がなんか街のバリエーションが豊かになるんじゃないかなと思います。アースデーということでちょっと環境のお話もねしていこうかと思うんですけども、私ね YouTube を仕事にしてるんですよ。だからまあ結構常にゲームをしてたりとか動画編集してたりとかで、もうとにかくね電気をめちゃくちゃ使うっていうので本当にねびっくりするぐらい電気代来た時があったんですよ。でこれはちょっと節電しないとね地球のためにも良くないなって思って、そっから節電した結果マジで次の月でね1万円以上下がったのかなっていうところで、まあ、本当に意識変えるだけでだいぶ変わるんだなと思いました。まあ私が具体的に何やったかっていうと、毛布とかでね体を温めることで暖房を使う時間をめっちゃ減らしたっていうのと、まあ、ちょっとでもあのいない部屋は電気をすぐ消すっていう風のを徹底したら、もう本当にそれだけでねだいぶ安くなったっていうところで、もちろんね生活スタイルで個人差あると思うんですけども、まあ本当に一人一人がこれを意識したら世界の電力消費量がめちゃめちゃ変わるんだろうなっていうのを実感しました。最近もね地域によってはなんか電力会社の電力供給量が足りないので停電になる恐れがあります、皆さん節電のご協力お願いしますみたいなアナウンスがあったりとかして、まあ、でその時私たちねあのグループチャンネルで生放送やる予定だったんですけど、まあ、それも節電のためにみんながパソコンとかでねあの YouTube を見てたら節電にならないんで、まあ、節電のために配信をちょっとずらしたりとかして対応したりしたんでね、ちょっと私はまあ今年からというか今まで以上にね環境に優しい実況を心がけていこうかと思うんで、皆さんもねご協力お願いします。そしたら円形ビルをね壊していきましょう。まあ、壊していくっていうとちょっと表現にね語弊があるんだけど、エイジド加工とか言えばいいのかな、エイジド加工を施していきます。ここもね今までと同じような感じで、なんか元々あったブロックをくすんだ色だったりちょっと汚れた色に見えるようなワントーン暗い色とかに置き換えていきます。その後ね適当にガラスとか壁をぶち壊していきましょう。これめっちゃ気持ちよさそうって思うじゃん。あの逆でね、あのめっちゃ気持ち悪いです、めっちゃ酔う。画面超動きはあるから本当に酔うんだよねこれ。頑張ったんで褒めてください。そしたら建物ができてきたんでね、あとは瓦礫の山だったりとか、あと砂が堆積したものとかを作っていきます。ところどころくぼませたりしてとにかく立体感を演出。ビルはねいい感じにできてきたんですけども、そうなってくるとねあの高さの高い建物ばかりでちょっとそれもまたつまらないなと思ったんで、まあ、どちらかと言ったら横長っていうか、まあ、潰れたような形のね建物集合住宅を追加していこうかと思います。こうすることでねよりなんか都市としての構造が面白くなるんじゃないかなと思います。この内装も家具とかは置く必要ないんですけども、さすがに部屋割りとかしとかないとぶっ壊したね壁の穴からなんか中身がすっからかんだったらちょっと本当にかっこ悪いことになっちゃうんで、ぶっ壊した後に
中身もちゃんとなんか部屋がいくつかあるんだなっていうのが分かるように軽く部屋だけ作っておきます。そしてぶっ壊す。なんかいい感じに柵とかも作っておきましょう。あとは細かいところを調整して歩き回っても違和感がないような感じにできたら完成。甘栗チャンネル。というわけで今見ていただいたのがね、4時間かけて完成した荒廃都市なんですけど、こっからね実際にプレイヤー目線で見ていきましょうか。まあちょっと都市っていうにはねビルの数が少ないかもしれないんですけども、時間的にもねあまり制作時間取れなかったんでこれが限界だったっていうところでちょっとねご了承ください。まあでもね全体遠くから見た時はちょっと寂しい感じしたかもしれないんですけども、実際に歩いてみるとね意外とこれ大きいんですよ、ビル自体が。だからね結構絵になるんじゃないかな。まあこの道路とかもね自然にこう侵食されつつある道路みたいな感じで朽ちている表現ができたんじゃないかなと思います。あとまあ建物の細かい部分見ていくと、まあこういう風にねあのボロボロになってんだけど、ここところどころね鉄筋が露出してて、コンクリートってねこういう感じで鉄筋が入っててそこにコンクリート流し込んでる感じなんで、その中身まで見えちゃってるよみたいな演出がされてたりとか、朽ちてね自重に耐えきれなくなって落ちちゃってますよみたいな穴が大きく開いてたりとか、そういうのも一応ちゃんと設定としてね考えた上でやってみてます。あとは制作風景には載ってないんですけど、こういう感じでねちょっとした小屋みたいな完全に壊れてしまった跡とかも所々に置いたりして、まあ、かつて人が生活してたんだなーっていうのを感じさせるようにしてます。実際ここでなんかミニゲームとか PVP とかしたりできるような感じで、なんかこういうねなんかいいスポットとかも作ってて、めちゃめちゃ私ここの雰囲気好きなんだよな、ここ夕日が綺麗。ここの集合住宅とかも窓からこれ入れるようになってて、中に入るとちゃんとね部屋割りがあって2階に行くこととかもできてっていう風に、一応なんか人が生活してた空間なんだよってことが分かるようにはしてあります。そんなに細かい内装とかはやってないんだけど、まあ、一応ね中に入ったりできるんで、ここで実際になんかまあ遊んだりとかもできるんじゃないかなということで、まあ今後再利用することがもしかしたらあるかもしれません。そんな感じでね全体紹介し終わったんですけども、まあこうやって見てるとなんかさかっこいいとか幻想的とか思う人いるかもしれないですけど、これが実際ここで生活するってなると、まあ、マイクラで例えて考えてみても過酷だよね。まず食べ物が全くないし、木がないからツールも作れない。まあ、これを壊すことでねたまにツールとかドロップすることもあるんだけど、まあ、基本的にはもう木もほとんどなくて、で飲み水もない、食べ物もないっていうので、マイクラっていうゲームの中でもねここで生活するってなるとめちゃくちゃ大変なんですよ。で、まあ、ゲームとリアルだったらリアルの方が生活するの絶対大変だから、リアルでこんな街に生活するって考えたらもう絶対に無理なわけよ。だからねちょっとでもこういった砂漠化の被害とか、まあ、砂漠化に限らずいろいろなね環境問題によって人が住めなくなってしまったり、動物が住めなくなってしまうっていうね場所を減らすために、私たちが環境問題をね意識していかないといけないっていうことで、環境を守る活動をしていかないといけない。まあ、環境を守る活動をしなきゃいけないって言ったらちょっと難しいように感じるかもしれないんですけども、まあ、さっきね私が言ったようにちょっとね電気の消費を意識するだけでもそれをみんながやったらめちゃくちゃ大きな力になるし、電気だけじゃなくてお皿を洗うときはこまめに水を止めるとか、ポイ捨てなどをねしない、させない、そういったことでね環境を保護していくことによって、まあ、私たちが今暮らしてるねこの地球を守ることができるっていうことで、皆さんね今一度このアースデーをきっかけに意識してみてはいかがでしょうか、っていうかしてくれると嬉しいです。改めましてね今回マインクラフトさんとのタイアップっていうことで、アースデーにちなんでツイッターでキャンペーンもやってるんでね、興味がある方はぜひぜひ概要欄を見てみてください。というわけでご視聴ありがとうございました。またねー、バイバーイ。